どうも、手塚さんの全館チャンネルの何がしでございます。さあ、2023年年の瀬の最後の最後にですね、ビッグニュース舞い込んでまいりました。すでにご存知の方も多いと思いますが、ブラックジャック実写テレビドラマ化決定のニュースでございます。2023年のですね、12月16日にテレビ朝日系にてテレビ朝日ドラマプレミアムブラックジャックとして2024年放送予定と発表されたわけであります。主演は高橋一生さんだそうで、ブラックジャックのテレビドラマ化は実に24年ぶりのテレビドラマ化になっているそうであります。発表当日にはですね、各メディア一斉に報道されまして、一時アクセスランキングトップになるなどですね、注目度はかなり高かったようで、イメージビジュアルが公開されるや否やネット上ではですね、雰囲気ブラックジャックそのものとかね、高橋さんってなんか納得、楽しみな一作になりそうというようなですね、肯定的なコメント続出しておりました。話題性は結構あったようでですね、すでに期待感高まっているようであります。今年はですね、ブラックジャック連載開始から50年の節目の年でありまして、生成 AI を活用した新作 AI ブラックジャックの公開であるとか、都内でですね、大規模な原画展開催されたり、さらにはですね、ミッシングピースなる貴重な原画本が発売されたりとですね、ブラックジャックに関して多数のイベントプロジェクトなどですね、公開されまして、ブラックジャックにとっては非常に賑やかな一年になったわけでありますが、その最後の最後にですね、やり上がりましたね。ここまでひた隠しにしてきて、一気にこの年末の一斉公開というね、ファンにとっては素晴らしいビッグサプライズとなっております。この件につきましてですね、今回はこの動画で、ちょっと語っていこうかなと思っておるんですが、ネット上ではですね、高橋一生さん最高との声が散見しているわけでありますが、まず僕自身がですね、高橋一生さんのことあまりよく存じ上げないというのとですね、あと制作スタッフの方々もですね、ちょっとあまり詳しくありませんので、そのあたりの詳細につきましては、今回カットということでね、お願いします。実写化になりますとですね、どうしてもこのキャストにですね、注目いっちゃうんでありますけれども、本編よりこの役者に注目いってしまうというより、今回はですね、僕は内容の方でね、ちょっとクローズアップしてみたいなと思っております。過去にですね、実写化と言いますと、やっぱシシドジョーさんですよね。このブラックジャックも強烈でしたし、加山雄三さんの時はですね、もう正式なタイトルに加山雄三のブラックジャックって書いてありますからね、もう今で言うと高橋一生のブラックジャックってもう言ってるようなものでですね、もう本当ね、役者メインになりがちなところがありますからね、まあ、それこそ板尾創路のブラックジャックでもいいんじゃないかっていう、わけでありますけれども、まあ、今回はですね、この役者関係のコメントオールカットでいきます。そういうことでですね、原作ファンの方々はですね、どうしてもそっち側に寄っちゃうと思いますけれども、今回はストーリー重視ということで、よろしくお願いいたします。まずですね、発表された詳細こちら見てみますと、原作から厳選した有名エピソードを凝縮、2024年版では原作へのリスペクトの念を軸に据えながら、現代を生きる人たちへ時代を超えた真摯なメッセージを投げかけると、発表されておりますので、どうやらですね、いくつかの原作こちらピックアップしてミックスさせる感じになるんじゃないかなと予想しております。連続ドラマではなく一本のスペシャルドラマになると思うんですけれども、さあ果たしてどのエピソードをチョイスしていくのかということですよね。ここが注目であります。ブラックジャックという作品がですね、医療漫画の最高峰に君臨し続けているということは誰も異論ないと思いますが、でもこれはですね、1970年発表当時にですね、ブラックジャックの設定があまりにも新しくて人気を博したというわけでありまして、以降は医療ドラマ含め天才外科医設定がですね、まあそれこそドラマもそうだし漫画もそうだし、ウゴのタケノコのように出てきまして、今では欠かせないジャンルの一つとして確立されているこの時代にですよ、
さあついに元祖誕生なんてね、あぐらかいて舐めた登場してますと、それこそとんでもない目に遭う懸念を僕自身は感じております。若者層とかですね、あとはブラックジャックという漫画を初めて体験する層、触れる読者層ですね、方々にどういうアプローチを、していくのかというのはですね、これマジで真剣に考えないとね、もう滑り散らかしちゃうんじゃないかっていう危険性をはらんでおると、思っております。ですからですね、このやっぱブラックジャックとは一体どんな漫画なのかというところをね、今一度こう見つめ直してみてですね、作品の制作にあたってほしいわけでありますが、ここで僕が、考えるブラックジャックという漫画はどういうものかというところをね、ちょっと掘り下げていきたいと思うんですが、やっぱポイントとなってくるのは神業を持つ天才外科医というところですね。まあこれ外せませんよね。あとは無免許、あとは高額報酬を取るというところと、あとは、生命の大切さ、医学界への葛藤というところですね。そしてプラスアルファで相棒のピノコというところになってくると思います。実際イメージ画像にもあるようにですね、ピノコの出演というのはもう確定的でありまして、ブラックジャックといえばやっぱピノコは外せないわけでありまして、ということで、この5つの要素ですね、こちらを含みかつ単品で、ブラックジャックの世界観を表現しうるエピソードをですね、全243話の中からちょっとピックアップしてみたいと思います。というわけでまずは第88話の報復ですね。冒頭にブラックジャックが無免許医で留置所にぶち込まれているところから始まるんでありますけれども、これがまさに理想のオープニングだと思います。実際これがですね、講談社発行の手塚治虫漫画全集の第1巻第1話に掲載されたエピソードでありまして、手塚先生本人が監修した唯一の単行本ということから推測するにですね、先生自らもお披露目に最も適切なエピソードだと認めていた証拠でもあります。ストーリーはですね、孫の手術の依頼にわざわざイタリアからマフィアが来ておりまして、無免許医のですねブラックジャックを留置場から出してほしいと依頼するんではありますけれども、日本医師連盟に断られちゃうんですね。そして仕方なく医師連盟の推薦する医師の治療を頼むんですけれども、死んじゃうんですよね。その報復にイタリアマフィアは医師連盟の会長の息子を狙撃して重傷になって、その手術をブラックジャックに依頼するというストーリーなんでありますけれども、これね、本当先のピノコ以外の要素が全部含んだ屈指のエピソードになっていると思います。限られたページ数の中に凝縮された完璧なこのブラックジャックの設定、ただですね、ラストがちょっとね短編的な終わり方しているので、これを実写化となるとその後の展開をねいかに描いていくかっていうのが焦点になってくると思います。はい、続いてですね、第118話の白い目ですね。これはね、無免許医と、医学界への皮肉をうまく表現されたエピソードでありまして、非常に実写化向きの作品だと思います。これはですね、いくら血栓を取り除いてもまた血栓ができてしまうという病気がありまして、日本総合病院という大病院でも手を焼いているところに、患者自身がブラックジャック先生に執刀を頼みたいと言い出すんですね。そしてまあ苦渋を飲んで大病院はブラックジャックに手術依頼するわけでありますけれども、手術するとなるとですね、もう病院側はブラックジャックにもう非協力的で誰も助けてくれないんですね。それでもブラックジャックは、手術治しちゃって、最後には痛快なセリフを残すというようなストーリーなんですけれども、これもねめちゃめちゃいいエピソードなんですけど、ピノコがちょっと出てこないんでね、採用的には難しいかなというところでありますけれども、ここはですね、やっぱピノコが助手を雇っているという設定にすれば、まあ変更もう全然ありだと思いますし、でピノコがね助手として、なんで あんな幼子を助手にしているんだというような白い目を周りが見ているというようなね、見方もできますし、設定としても天才外科医であるとか無免許の設定、そして権威との対立などね、非常にバランスの良いエピソードになっているので、これもね候補の一つとして考えてもいいんじゃないかなと思います。
続いては第239話の流れ作業ですね。これもね、大病院という権威に対してのテーマが含まれておりまして、めちゃめちゃいいエピソードであります。とある病院でね、コストの効率の面から流れ作業で患者の治療を行っている病院がありまして、でなぜかですね、その病院の患者数が減っていることをブラックジャックのせいにして難癖つけるっていう、形になっているんですけれども、その時にですね、院長先生の娘さんが交通事故に遭っちゃうんですね。で病院に運ばれてくるんですけれども、その流れ作業のスケジュールがいっぱいで、院長の娘とはいえこの手術に院長ができないと、そこで代わりに流れ作業の手術をですね、ブラックジャックにお願いして、そして自分は自らの娘をですね、手術してっていうような、あのストーリーになっているんですけれども、ここでもね、ブラックジャックの神業が炸裂して、そして残念ながら院長の方は娘を助けることができずに死なせてしまうというような展開になっているんですけれども、このね、最後の最後にかっこいいオチ待っているんですね。でこのエピソードもですね、ピノコの出番がないんでありますけれども、ただね、この院長の娘さんと絡めたり、あとは自分にも同じぐらいの娘がいる的な表現であるとかですね、助手として手術に立ち会って流れ作業をこなすという設定でも全然おかしくないと思いますので、このやっぱ大病院の権威性と、そしてピノコの立ち位置、無免許医というところのですね、際立ったエピソードになっておりますので、ここもね、非常に面白い展開になるのではないかなと個人的には思っております。そして最後に第16話のピノコ再びであります。これはですね、このエピソード自体の実写化ということではなくですね、この一部分をピノコの紹介として差し込むのがベストなんじゃないかなと思うわけであります。例えばですね、ピノコってどんな助手なのとかね、なんであんな小娘連れてるのみたいなシーンの時にですね、回想シーンとしてここの部分を使えば、ブラックジャックとピノコとの関係性というのもこう明確に、分からすことができて、非常に効果的なんじゃないかなと思うわけであります。それはどんなシーンかと言いますと、ブラックジャックがですね、腹膜炎になってちゃいまして、自ら回復手術している時に止血鉗子が足りないっていうボンミスを犯しちゃってですね、もうダメだと、もう死にかけて諦めていた時にピノコが突然現れて、ブラックジャックは一命を取り留めるというシーンなんでありますけれども、これ以降ですね、ブラックジャックはピノコを手放さないと覚悟を決めた胸熱のシーンであります。このシーンのですね、差し込みを回想シーンみたいな形で一発差し込むだけでですね、相関性もわかるしですね、非常に効果的なエピソードになってくるんじゃないかなと思うわけであります。ということで、ここまでご紹介したものをこう一気にまとめますとですね、まずは第88話報復の冒頭の留置所のシーンから始まってですね、ブラックジャックの無免許で、世の中のはみ出し者というものをアピールしてですね、第118話の白い目、もしくは第239話の流れ作業のような大病院に呼ばれて手術をするという設定、そして得体の知れない小娘を連れている理由は第16話のピノコ再びの一部分を回想シーンで表現してですね、そして最後は誰にも真似できないという離れ技を炸裂させて、ブラックジャックらしいシニカルでブラックなオチで締めるというのがですね、まあ、僕が考える令和版ブラックジャックのストーリーであります。一応ですね、今回ご紹介した僕が考えるエピソードはですね、これまでのアニメ化であるとか実写化で使用されていないエピソードから、チョイスしておりますしですね、やはり近年の、ドラマの人気カテゴリーでいけばですね、やっぱ大病院ものの設定だと思いますので、このあたりを攻めるとですね、ブラックジャックを知らない層にもこうリーチできうるんじゃないかなとね、思っております。あくまでもこれはテレビ用のチョイスでありまして、本当はですね、やっぱブラックジャックといえばコンプラ無視のですね、キリコの
安楽死対決であるとか、それこそ脳死であるとか、口蓋病、血友病患者などのブラックジャックらしいゴリゴリのテーマの方がね、面白いんでありますけれども、まあそうなるとどうせ、表現がですね 100% ぬるくなってしまうんで、まあそうするぐらいだったらね、もっと別のストーリーでしっかりとブラックジャックの表現をしていってくれればいいかなと思ったわけであります。まあもっと本当のことを言えばですね、テレビではなく巷で流行りの、ネットフリックスあたりで実写化してくれた方がですね、まあ予算もたくさん取れるし、ギリギリのね、もうキワキワを攻めた実写化になったのかななんてね思ったりもするわけでありますけれども、まあそこはですねちょっと、脇に置いといてですね、今回はテレビ版ブラックジャックのですね、まあ、どんなストーリーになるかということの考察動画でありました。正式発表はまだ未定でありますが、一体どんな作品になるのか、これはですねやはり一ファンとしては非常に楽しみでありますので、2024年のその日までワクワクして発表を待っていたいと思います。そして最後にちょっとお知らせでございます。先日発売されました貴重な原画などを掲載されたブラックジャックミッシングピースでありますが、こちらリアル書店やオンライン書店でですね予約が殺到しているそうで、重版が決定しております。非常にですね喜ばしいニュースでありまして、ブラックジャック界隈盛り上がっております。こちらですね概要欄リンク貼っておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。ではまた次回次の動画でお会いしましょう。